まず冒頭、6月24日に蘇州市で起きました事件で、日本人の親子やバスの中の生徒たちを自身の身の危険を顧みず命を懸けて守ってくださった呉勇兵さんの勇気を称え、心から感謝を申し上げ、ご冥福をお祈りを申し上げたいと思います。